さんです。言うて言うと今日は久しぶりに開封動画を撮っていきたいと思います。今日紹介したいのはこのポップマートから出てるあずらちゃんの Y2K シリーズのフィギュアが日本限定発売ということでポップマートさんからいただきました。ありがとうございます。あずらの特徴といえばこの左目から流れる一筋の涙、そして可愛い可愛い画面。まあ箱買いをしますと12種類入ってるわけで、で1個144分の1の確率でシークレットが混ざってるということで楽しみだね。いつ開けてもドキドキするよね、こういう物音は。それでは早速1個ずつ開封していきたいと思います。いや正直ポップマートの商品は買い続けてはいるんですけれども、飾る場所がなくって開封できてない箱が何個も何個も積み重なっている状態で、久しぶりに今日開封していくんですけれども、かわいいじゃん。どうした？リキッドメタル。技術の授業でハンダゴテを使った記憶が思い出されるこのメタル感。アズラのいいところは何を引いても当たりということ。てかもう Y2K っていうコンセプトが良すぎない？ Y2K なんか平成に生きたギャルみんな好きじゃん。これ見ろ、かわいい。スペーストラベル。宇宙に行くのにそんな装備で大丈夫かといつもなら言っているが、アズラなら許せる。見てこれ、クールサマー。この涼しげな感じ、透けてる感じがクールサマーって感じで最高にかわいいね。後ろクラゲみたいな、かわいいかわいい、なんかお洋服の尻尾生えてていい。続いてこちら、ミレニアムバグ。バグだって、あのパソコンだね。この感じとかこの感じが平成のパソコンを彷彿とさせるよね。知らんけど、こちらミレニアルガールズアズラちゃん。このなんかこのロックな感じがいいよね。見て、後ろカセットテープ。今の若い子たちこのカセットテープの使い方すらわからないのではないかというぐらいのイニシエの化石。まあとにかく電気タイプという感じ。続きまして、ヴェイパーウェイ。髪の色のグラデーションめっちゃ可愛い。南国感を出してきているね。こういうさ、昔車走らせるゲームみたいななかった、こういう色合いのこの背景ヤシの木の、あのサンドイッチマンのあれみたいな。続いてネオンストリート。こんな格好してこんな格好してこんな可愛い顔して立ってたら誘拐されちゃうよ、ストリートで。心配になってくる可愛さなんで、この耳はさっといし。はい、続いてこちら、めっちゃ可愛くない？これ悪いけど可愛い。ちなみにね、このマスク取り外しできるんですよ。ノーエントリーっていうアズラちゃんなんですけども、このマスクなんか磁石かなんかでくっついてるみたいで、取り外しが取り外しが可能なんですね。はい、おー、マスクとても画面偏差値とても高い。シャーロワシャーレイリーナイトということで、雨の夜のアズラ水増してたらいい女ってことでね。ちょっと服がカエルっぽいカラーなの、めっちゃ可愛い。ていうか、なにレインポンチョ、レインコートの奥に下スキスキのドエロい服着てんじゃん。おいおいおい、大胆な女だぜ。次はこちら、ミレニアルスイーティー。顔はどうしたよ、なんかちょっとトラっぽい。ちょっとここで控えめに強さを出してくるスタイル。ショッキングピンクがとっても可愛くない？ミニスカとさ、このアームカバーとさ、このね、クロップド丈の短いトップス、そしてギャルに欠かせないルーズソックス厚底。フルコンボだドン。こちらグッドナイトキャンディー。このおやすみなさいって何？なんて言うんでしたっけ？ユニコーンカラー。ユニコーンカラーのこの夢川系。夢川系って懐かしいな、単語自体が。
これを毎日寝る前に拝むといい夢が見れますよという魔法のアイテムです。ラストはこちら、メタルチューリップ。メタルなチューリップを儚げに抱えつつ、天使の輪っかを装備しつつ、可憐ということで、全部開封し終わりましたが、私の一押しアズラちゃんを、このアズラかもしれない。めっちゃ可愛いんだよ。マスクが外せる点もそうなんだが、なんかアズラがこういうね、旬な香りがするアズラ、このギャップがいいよね。最高ということで、今後の開封動画もお楽しみに。バイバイ。